なぜ、なぜ僕たちはこんな世界に。やめろ、アスラン。お前も俺を撃つと言ったはずだ。アスラン、キラー、アスラン。この戦いを最後とするためにが今さら正義と真理分からぬと逃げ知らず聞かず俺が定めた知りながらも突き進んだ道だろう。違う、人はそんなものじゃない。そして滅ぶ人は滅ぶべくしてな。それしか知らないあなたが。くそ、こんなことしても戻るものなど何もないのに。もはや止める術はない。どうするつもりだ。内部でジャスティスを核爆発させる。人があまた持つ予言の日だ。だけどそう重ねてきたのは誰だ。そんな、お前は戻れ。アスラ、それでも守りたい世界があるんだ。人類の未来、平和の歌を。コズミックイラ70、血のバレンタインの悲劇によって地球プラント間の緊張は一気に本格的武力衝突へと発展した。
誰もが疑わなかった数で勝る地球軍の勝利が、当初の予測は大きく裏切られ、戦局は疲弊したまま、すでに11ヶ月が過ぎようとしていた。中立国オーブのヘリオポリスで秘密裏に建造されていた5機の連合制モビルスーツを奪取するため、ザフト軍の部隊が侵入。工業カレッジに通う学生キラ・ヤマトは偶然この戦闘に巻き込まれてしまう。アスラ、キラ。混乱の最中、キラはかつての親友アスラン・ザラと再会する。ザフトに G を奪われるわけにはいかない。そんなこと言って、怪我してるじゃないですか。無茶ですよ。やるしかないのよ。あなたはおとなしくしていて。まさか。キラ、いや違う、あいつがあんなところにいるはずだ。そいつには地球軍の士官が乗っている。捕獲するんだ。このスーツ、まだ OS の調整が全て終わってないのよ。どいてください、僕がやります。キャリテーションのゼロモーメントポイントの CPG をさせて、リリースの飯の方に制御の重力直接入力を出したとか最高値か。これが最後の一機か。指揮官機？沈んでもらう。来た。これは外さないぞ。させるか。お前になんか。大丈夫、落ち着いて。この私に当てるとはな。この私が期待を損じてしまった。この場は一旦引き下がることにしよう。ザフトのモビルスーツを撃退した。でも敵の狙いはこのストレ。さらに増援が来たら防ぎきれない。
キラヤマト、ガンダム、行きます。